っしゃ。皆さんこんにちは。今日はですね、Amazon で買ってよかったもの7月度というテーマでやっていきたいと思います。なんかね、7月はちょっと購入履歴がね、荒ぶってて、顔黒いな。なんか、顔黒いな。船に着いたからね、荒ぶってるんで、その紹介をしようかな。買ってよかったものの紹介です。その前に、今日ね、帰りにね、動画を見ててね、YouTube でね、人に言われて嬉しいこととか、自分が言われて嬉しいことをね、人に言おうよっていうか、そういう自分に対しても言おうよっていう、優しいことをね、自分にかけてあげるっていうね、ことをね、学びましてですね。優しい言葉、人に対して優しい言葉をかける。自分に対して優しい言葉をかける。どういうことなんだろう。何をかけてあげればいいんだ。かっこいいよね、かわいいよね、いつも頑張ってるよね、ありがとうとかいう言葉をかければいいのかな、みたいなことを思いつつですね、僕の中では何なんだろうって思ってですね、優しい言葉、飛び切りの優しい言葉を、すぐ出てきました。すぐで出てきた。2秒で出てきましたね。誰に対しても優しい、心が落ち着く、とっておきの言葉、それは、ストロングゼロです。ということで、チャンネル登録、高評価、メンバーシップをお願いします。メンバーシップの動画もね、今日一本出すんでですね、やべえところに来ました。同じことを喋ってる。で、じゃあ、買ってよかったものっていうことで、順番に行きましょう。まだ開封してないんですよね。開封しながら余計な解説を入れていきましょうということで、失礼。一つはね、YouTube プレミアム。YouTube プレミアム入りました。月額ね、900何本だったかな。高いと思うんですけど、広告が入んないんですよ。で、なおかつ、広告が入んないから、寝ながらこう聞いてる時とかでも、途中広告が入ってスキップするとかいう作業が入らないんで、よく寝れる。すごく、時間的なパフォーマンスが高いと思う。広告が入らないってことは。で、あとは、子供たちのアカウントとかも、それで管理してるんで、子供たちもいちいち広告飛ばさなくていい。バッて起きて、こうやって、拘束しなくていいんで。これはね、会社の後輩、まあ、新入社員ですね。新入社員から言われたんですけど、まあ僕、教育係じゃないんだけど、まあ、いいやつなんで、積極的に干渉、関与してて、ビジネス系の本とかいろんなものをですね、読ませたり、教育係ではないし、会社にそういうカリキュラムがないんでですね、僕がいいと思ってるものを全部これ読んどけ、見とけみたいな、いう感じでですね、指導はしてるんですよ。その彼から言われたのが、ドレスさん、YouTube プレミアム入った方がいいですよ。すごくタイプは良くなるし、奥さんたちのためにもって、奥さんたちがこうやって、いちいち飛ばさなくて済むじゃないですか、みたいな。あ、こいつ営業うまいな、みたいな。こいつは営業じゃなくて、まあ本社部門の企画部門みたいなところで、そういったことはガツガツやらなくていいんですけど、あ、提案力あるな、みたいな。視点を変えて、視点をずらして、なんだろう。まあ入ってるから言えることもあるんでしょうけどね。こいつうまいなと思って、まあ、僕もね、その場で入りました。早く決断することはコツでもあるんでですね。そういう辺は僕、早いんでですね。YouTube プレミアムめっちゃ良かったです。みんなも入った方がいいです。僕には1円も入ってこんけどね。寝るときに広告が全然みたいな。あと子供とアカウントを共有してるときとか。1000円でも、もうずっと広告飛ばすあれがなくなるんでですね。ということでまず買ったのはこれです。これも、欲しかったんですよね。仕事暇で、僕仕事とか勉強するときにずっと音楽かけてたり、なんかビジネス系の YouTube とかやってるんですけど、仕事場はそうはいかない。ただ事務職なんで、それ聞きながらやっても、支障ないじゃんっていうことで、これです。ワイヤレスイヤホンを買いました。これ、ちょっと履歴いたしとこう。これで見ながら、やりたいと思うんでですね。これだ。これの基盤。まあ、これを買うときに、同じ人物ですね。会社の後輩がですね。これで言うと、なんだろうな。充電ケースに、充電具合が何パーセントか出る方がいいですよって言って、あ、これこれって言って、で人生変わりますよって言って、彼が言ってることは結構ね、的を得ていて、ね、これ買いました。これで仕事中にも YouTube とかいろんなものを見ながら勉強したりして、さらに言うとこの iPhone で、iPhone を Bluetooth マウスで操作できるものがあって、仕事したふりしながらなんかいろいろできるんだよ。ね、よくない?iPhone をなんかそこの隅っこに立てといて、それで、あれでいじって、まあ、指でもいいけど、マウスでもやって、それで、いろいろできるわけですよ。だから、耳で勉強しながら、音楽とか聴くよりは勉強するかな。そんな感じで、勉強とか面白い、なんか、音声メディアを聴きながら、こうやって、ね。お、これいい、結構綺麗じゃん。結構綺麗ですよ。あ、今 100% だ。で、これで、これできるの?ペアリングすんの?まあ、これは後でやりましょう。これで。これで。
外だとも割とよく聞きます。あと綺麗にできてます。これ直すしまうですね。直すって方言なんじゃない。これまあ明日以降使ってきます。これ2000満たないぐらい、1997円とかなんで、これいいなということで、あの後輩もお勧めしました。知ってました、人生変わるぜみたいな。次が何だったっけ、あの動画止めよう。おい次がワイヤレスイヤホン、初めてです。あの2000が手が出なくてね、ケチなんで、もう数千のもんでもなかなか買わないみたいなところがあって、次はこれ、あの花火撮影にこのリモコンシャッターですね。リモコンシャッター、というのが14日に、どこの漁港かな、湯玉の漁港である、14日湯玉の漁港でやる、花火大会に、まあ、4時以降に来てくれって言われてるんですけど、いろんなイベント撮影とか花火撮影があって、やってるんで、まあ、花火撮影のためにはこういった、手ぶれが発生しないこのリモコン、これ使えるのかなっていう、まあ、検証もあって早めに頼んでるんですけど、まあ、リモコン別にこれはあの必需品ですね。そういった撮影には、まあ、他の撮影でも使えるでしょうし、リモコンね持ってた方がいいよってことで、まあ、とりあえず一つだけ買いました。あとはもうスマホで代用するしかないのかなっていう感じでーす。まあ、これはもうしょうがないですよね。ただ、このね、ワイヤレスイヤホン、人生変わるぜとかまで言われてね、本当かお前みたいな。次は何かな、ちょっとこの辺の動画を横に流しながらやりたいんですけどね。次は多分これだ。次多分これ。これは、まあ、クランプですね。銃に挟み込んで、私の紹介しようかな。これですね。こういうことです。銃を挟み込む。で、これで、これはやるなって言われましたね、先輩に。壊れるから。違う方法でやりなさいみたいな感じで言われたんですけど、あと上下2弦の銃の種類っていろいろあるんですけど、説明するのめんどくさいな。まあ、とにかく、銃につけるための、ねえ、こういうことですね。銃につけるガンカメラとそれを保持するためのクランプですね。まあ、方法はいろいろあると思うんだけど、多分どうしようかな。スコープにつけるか、多分重心につけて重心からこう伸ばす方がいいのかな。スコープにつけるのが一番操作しやすいんですけど、まあ、これでも悪くないのかもしれないし、どうなんだろう。あ、これいいかもしれないな。わからん。一回聞いてみよう。上下2弦につけるのはやめた方がいいよ。上下2弦と僕、ボルト式の銃があるんでですね、まあまあこんな感じ、これをね銃の下にクランプしてつける。上下2弦についてはまた別の、撮影方法を考えた方がいいのかなっていうか、ちょっと緩めにつけた方がいいんじゃないかな、わからんけど。こういうことで、ガンカメラランカムスコープっていうのを買いました。これで鹿の狙撃とかを撮るということですね。カモはね、手ぶれがして結構厳しい感じはしましたね。テストでちょっとこうやって手持ちでやってみたんですけど、ブル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 なってですね、なかなか、これが撮影厳しいんじゃないかなっていう感じはしたんで、カモはまた別のホールドの方法を考えようかなっていうふうに思っています。次なんかな？あ、これ見ればいいんかな？普通に Amazon の購入履歴を、アプリのね。その方が早いわ。購入履歴。アカウントサービスで注文履歴。次が、子供のやつ。あ、稲森和夫の実学。これ指導してるっていうか、まあ、お互いなんか話をよくする仲のいい、新人と、前、うちの動画にも出てた、名古屋大学卒の、まあまあ、賢いやつね。と、こういう本読みないよ、みたいな。ちょっと僕の方が社会経験あるんでね。あとは、あれだ。こう、あれだ。カメラがない。カメラがないんですけど、この辺貼っときますね。360度カメラを買ったんで、それにつけるための自撮り棒を買ったということ。山上醤油。うちのメインの醤油です。鹿児島の、まあ甘口の醤油ですね。優しい言葉。ストロングゼロ。優しい気持ちになれるな。まずいけどね。内視通る。で、その後に、まあ、メモリカード2枚。これは GoPro の用ですね。GoPro
あれ2枚刺さないといけないんです。 GoPro のフュージョン360度カメラなんですけど、そのためにやってます。もう終わったかな、処理。ちょっと見てこう。処理が起きてたら持ってこれますけど、今撮ったやつをね、ダウンロードしてて。よいしょ。終わってないです。こっちのカメラとこっちのカメラで撮ったやつをガッチャンコするって処理が結構重たいんですよ。5分とかでもね。あと何十分かかるかなみたいな感じで、やっぱ短い動画を撮るようですね。という感じで GoPro Fusion 向こうで今処理中なんですけど、それを買いました。この活用法難しいな。やっぱり一応ハンティングとかに時とかにポッと立てるとか、次の時にポッと立てるとか、なんかおかしな生かした絵を撮るような飛び道具的なやっぱり道具になっちゃいますよね。スマートテレビリモコン、アマゾンのリモコンが壊れたので買いましたということで、まあ、こんぐらいかな今回はね。ということで、今回買ってよかったもん、なんだろう、もうこのガンカメラとか買わざるをえんよね。360度カメラ意外と活用が難しかった。でも買うべきじゃないとまで言えないね。飛び道具としてありだし、定期的にそれで動画も出してるし、リモコンはいるし、なんかな、まあ、いるもんばっか一応ね買ってる。生活が豊かにというか、生活がどんどん豊かになるって、撮影をしなきゃいけないって感じで、なんかすごく追い詰められてるこういう機材があるから使わなきゃいけないみたいな、機材が増えていろんな撮影をしなきゃいけないみたいな、追い詰められてる感じがしますね。ということで、今回は今月買ってよかったのか本当に。ということで、チャンネル登録、高評価、あと360度動画でメンバーシップとかも出してますんでですね、メンバーシップもよろしくね。なかなか増えないんだけど、まあまあ地味にやってますよ。増えてもね、なんかギャーっていう人も増えて困るかなと思ってるんでですね、ぼちぼちやっていきます。バイバイ。